じゃあ次の方どうぞ。あ、失礼します。シンガーソングライターの七葉介です。よろしくお願いします。はい、まあオリジナルソング歌っていただいて、はい、その楽曲が良ければうちのレコード会社と契約ということになります。はい、その曲聴かせていただけますか。じゃあ聴いてください。七葉介で思い出。君と初めて出会った日のことは今でも覚えているよ。君と初めて写真を撮ったんだよね。フィルムに残った僕らの思い出とともに心のフィルムにも残った僕らの思い出は思い出すたびにずっと思い出すたびにずっと僕の胸を締め付ける。ありがとうございました。なんかそれなんやろな、もっと気持ちで歌ってもらえるから。なんかああ、うん、はい、もっと気持ちで気持ち込めてます。それなんか実際の体験談みたいな。まあそうですね、はい。もっと気持ちを伝えて、うん、ああ気持ちが伝わらない。ああ、うん、はい、気持ちで。あ、終わりました。気持ちで持ってきて、はい、うん。君と初めて出会った日の。メロディーいらない、メロディーいらない。気持ちだけ、気持ちだけちょうだい。伝えたい、伝えたいよね、なんか。あ、はい、伝えたい。伝えたいから歌ってんのよね。はい。その伝えたいこと伝えて、気持ちで、はい、えぐり出して、はい、はい。君と初めて。メロディーいらん、メロディーいらん。歌なんで。それで人になんか伝えた時に「君と初めて」って言うやろ。いや、歌なんで伝わらんから、何にも。あ、え、いや「君と初めて」。いや、メロディー乗せてる。え、伝えたい言葉メロディー乗せんのか、人に。いや、来い。え、君と初めて出会った日のことは。もっとうわっ、その謎なんでいくらだぜ。君と初めて出会った日のことは今でも覚えてる。一緒に写真を撮ったよね。フィルムにも残ったし、僕の心のフィルムにも残ったよね。伝わってきてるよ。もっといくらだぜ。あの日の出来事は僕の思い出だ。花見せろ、全部。メロディー、メモリー、メロディー、メモリー。涙出てくるよな。僕のメロディーは君のメモリーなんだ。そうやな。僕のメロディーは君のメロディーなんだ。語りまくれ、語りまくれ。君と初めて出会った日のことは今のことだ。語りまくれ、言うなせ。一緒に写真を撮ったよね。泣き崩れろ、泣き崩れろ。その中でフィルム残ったし、僕の心のフィルム、泣き崩れてそう、メモリーにも残った。崩れて崩れてそう。僕のメロディーは君とのメモリー、僕とのメロディーは君とのメモリー、僕のメモリーは君とのメロディー、僕のメロディーは君とのメモリー。いや、最後のほんまに気持ちが見えました。ありがとうございます。オーディションで一ミュージシャンはここまで相手してくれて、うん、不合格で歌ってないから、それは一応レコード会社やからね、はい、うん。語り部事務所みたいな紹介できる。あ、大丈夫です。僕ミュージシャンしようかな。一応知り合いで語り部事務所やってる人が。あ、大丈夫です。うん、はい、失礼します。はい、チャンネル登録よろしくお願いしますよ、心で。チャンネル登録。メロディーがいらない、無駄な要素いらない。伝えたいこと。チャンネル登録よろしくお願いします。そのスタート流れてる。チャンネル登録よろしくお願いします。チャンネル登録よろしくお願いします。えぐり出して、心えぐり出して。チャンネル登録よろしくお願いします。顔くっちゃくちゃにして。チャンネル登録よろしくお願いします。おお、もう一回。チャンネル登録よろしくお願いします。おお、気持ち伝わった。不合格。ネタサロン、ジャルジャルに興味あるやつ、皆さんもぜひ入会しちゃれよ。ジャルジャルタワー。